こんにちは、山田です。今日はですね、50代からの資格取得というテーマで話をしたいと思います。資格ということで言いますと、最近はですね、リスキリングであるとか学び直しみたいな中で雑誌で特集されたりねしています。関心も高くなってきていると思うんですけれども、今日はですね、こんな資格の取り方がいいんじゃないかなっていう個人的な経験をですね、お話しできればなというふうに思います。このチャンネルはキャリアコンサルタントで空道という武道をしております、昭和40年男がキャリアや武道の話をしていきます。面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。資格がね、たくさんありますと。どん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 新しい資格もね出てきましたけれども、僕自身が今取得している資格っていくつかあるんですけれども、メインはキャリアコンサルタントの資格でですね、これは業務でも使っていますし、僕自身が自分の思いも乗っけられているっていうところもあって、上位資格を目指して試験をね受けたりしているわけなんですけれども、もう一つですね、実はファイナンシャルプランナーという資格も持っています。これ AFP という、2級の資格なんですけれどもね、こちらはですね、もう全く活用できてないというところでね、ほんと恥ずかしい話で、もう名刺に入れるのもやめようっていうふうに思ってるわけなんですね。と言いますのもですね、実際プライベートでお金の話を相談に乗ってもらったことがあったんですけれども、ちゃんとしたファイナンシャルプランナーの方にねお話を聞いたんですよ。本当にね、しっかりと教えてくれて頼りになったわけなんです。で、資格的には一緒なんですよ。で、それを見た時に怖いなと思ってですね、資格っていうのはその人のできることの証明だとすると、見た人はこれぐらいのことができる人なんだっていうふうに思うわけですね。で、僕がお世話になったファイナンシャルプランナー FP の方はですね、めちゃくちゃいろんなことができて信頼もできたわけなんですけど、これと同じことはとてもじゃないけどできないぞと。でも肩書きを見た人が同じレベルを期待したら、これは大変な迷惑をかけてしまうというふうに思ってですね、一旦引っ込めてちゃんと学び直しをしようというふうに今思ってるんですね。そう思うとですね、やはり実務に紐付けながら実践の中で知識を発揮能力に変えていかないといけないなっていうところはね、改めて思いますね。資格を謳うわけですので、人の役に立たないといけない、役に立てるだけの発揮能力が出せるようになっていかないと、信頼をね失ってしまうっていうことになるので、できることやりたいことっていうのをしっかりと自分で確かめた上で資格を選んでいくっていう方がいいだろうなっていうふうには思います。そうすると自分の経験で積み重ねてきた能力っていうのがうまく言語化されるし、言語化されてさらに新しい学び整理されることによって自分の表現力が高まっていくとね、自分の活躍の機会も増えてくるだろうなっていうふうに思いますし、何より自分が自信を持って名乗れるっていうところですかね。それが一番大きいような気がします。やっぱり資格取って何か仕事が来るほど世の中は甘くないですっていうことですよね。頼む人は失敗したくないわけなんで、その人の力量っていうのはよく見ていますしね、だいたい最初に話を聞くとおおよそ力量の見当ってやっぱりつけられますもんね。逆に自分が資格を持ってますという時は、やはりそれ相応の説明力であるとか納得性っていうのを見せていく必要があるだろうなっていうふうに思うわけですね。ですので何か資格を取ろうと思った時にはですね、一つは今自分がやっていることとかやりたいことっていうところをしっかり整理することと、その資格の定義ですよね。その資格の定義を自分が見た時に、これがしっかりできるのかっていうところと、それをやることに自分がやりがいを感じられるのかっていうことですよね。そこが確かめられないとやっぱり大変だと思うんですね。資格を維持していくっていうところは、もちろん取り上げられたりはしないにしても、自分でそこに納得性を高めていく、自分は何々でございますっていうところに対しての自信を深めていこうとすると、その資格の定義が自分のやりたいことと合致していることっていうのはやっぱり大事なことなんじゃないかなというふうに思います。資格を取得することでいいことは他にもあってですね、やはり勉強しますよね。知識を得るっていうことになりますんで、
その資格だけで独立して何かをやっていくということができなくてもですね、いろんな学びを掛け合わすことによって自分の価値提供っていうのもできていくんではないかなというふうに思います。なので資格そのもので何かをしていこうということとは別に、資格取得のための学びで自分の可能性を広げてみるっていう目的でやってみるのはすごくいいなというふうに思います。いずれにしましてもですね、資格を取っただけでどうにかなるっていうことはね、なかなかやっぱないんで、取った後のことを考えるとですね、事前にしっかりと先のことを考えながら可能性も含めて資格を取った後の自分がどう変化していくみたいなことをですね、シミュレーションしてみるのもすごく大事なのかなというふうに思います。資格をね、取得するには学ばないといけない、学びってすごく大事なことなんで、それをですね、いい形で結実させるような資格の取り方っていうのをね、考えていくのは大事かなというふうに思います。僕もですね、キャリアコンサルタントという資格に見合うだけのパフォーマンスをやりきるということを目指しつつ、自分の可能性を広げるという意味でね、いろんな資格にもチャレンジしてみたいなというふうに思います。